ヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるでしょ。いもんなの私もお姫様になれたらなんてね。イエイ。バイト探し採用ないし、やけになって飛び込む場違いすぎる世界。走りばかり雑用がかり、最悪なやつらのマネージャー就任です。バレたら最後、妬まれるのやだし生きるためだし、きっとヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるでしょ。疑問なの私もお姫様になれたらなんてね。私をプロデュースして、髪も服も全部可愛くして、いつか出会う王子様、どこで何をしてるの神様、待ってますから気長に。はぁ、ある日出会う運命の人、真摯な振る舞いにドキドキしちゃったんだ。名前なんて聞けるはずない、また会いたいなんて願ってるだけでした。時間が止まる、また会えたねと君、やっぱり恋だ。きっと少女漫画じゃ両思い、ベタでいいじゃん、むしろベタがいいじゃん。モブ女の私もヒロインなる気ありますなんてね。すぐにくっついちゃえばいい、悲劇いらない、いいねシェイクスピア。やっと会えた王子様、まずは名前を知ることだよね。ヒロインらしく自然にバレちゃった最悪なやつらに、これじゃダメだ100振られるって、どうすればいいの。気持ちなら負けないなんて、みんな同じこと思ってて、そこからの勇気と推しが大事なんです。聞いてる？ヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるでしょ。疑問なの私もお姫様になれるのなんてね。自信ちょっとついたよ、当たって砕けたらバカにして笑ってよ、お願い言ってきますね、告白よし。ヒロインになれ今日から。